ヨハン・シュトラウス2世が実際に率いたシュトラウス楽団と同じ赤色の楽団服を用いるオリジナルシュトラウス・カッペレ・ウィーンはオーストリアのオーケストラ。日本ではウィーン・シュトラウス・カペレの楽団名でコンサートを開くことが多い。シュトラウス家及びその同時代の音楽家たちの作品を演奏するための楽団である。2011年から シュトットガルト生まれのライナー・ロースが主席指揮者を務めている。ヨハン・シュトラウス1世の創始したオーケストラ、シュトラウス管弦楽団が1977年に78年ぶりに活動を再開したという定裁をとっている。1977年の78年前といえば、ワルツオ・ヨハン・シュトラウス2世の死去した1899年であるが実際に シュトラウス楽団が解散されたのは1901年である。なお、シュトラウス家の末裔エドゥアルト・シュトラウスニセイラが1966年にウィーン・ヨハン・シュトラウス還元楽団を創設しており、シュトラウス家の末裔が関わったことから、一般的にはこの楽団を、シュトラウス楽団の正当な継承団体とみなすことが多い。ありがとうございます。